こんばんばはレオです今回はね、ベスコス2 0 2 3年上半期をね、見ていこうというふうに思います。じゃあ、始めるぞ。始める周り、宣伝です。シシゲショ第1号、今日からね、発売いたしました。ブースにてね、発売しておりますので、リンク、概要欄に載っけておきます。中はね、雑誌風になってます。そして、シシゲショ発売記念マグカップも、はい、販売開始しました。こちらのマグカップもねぜひ ご検討ください <laughs> なんかね数名の方に買っていただいてとっても嬉しいです はいまずはねベスコスの発表の前に6ヶ月間ね何が発売されていたかをね振り返りたいという風に思いますまあ今年は何て言うんだろうなあんまりいい商品が出なかったような気がしますね去年の方が豊作で今年はなんかいまいちだったかなまあ悪い商品があったってわけでもないんだけどもなんかビビッときた商品が少なくてまあいい商品は割とね限定品が多かったかなっていう風に思いますねでここにねはい 動画の4月までのねねサムネイルを、ね、置きました、えっと、左上が、ね1月ですねまあ1月は春コスメいくつか発表というか発売されましてまあレオはねここに載ってるやつはほとんど買ったかなセルボッークとスックとジル以外あとトーンか分かんなかったけど他は買いましてまあ左上のねケイトのアイシャドウもすごく可愛かったですけれどもまあ結果論としてはねうん数回使って終わっちゃったかなたまに今でも使うけどねって RMK、まあ、は、ね、全部コレクション買いましたけれども、まあ、これはねあの皆さん予想してる通りベースコースに入ってるかと思いますそしてアディクションの方ねまあここ1年はアディクションはすごくおとなしくてというのもこう今までの、ね、カラー展開よりもすっごくねこう大衆的というか大衆的うーんなんかブラウンピンクで薄いシアっていう感じですごく物足りなくてね、まあ、このコレクションもこう構築として あのコンセプトとしてはねこうハイライトっぽいアイシャドウ薄めのアイシャドウにまっすぐ毛をバッサバサにして、まあ、赤リップでねボールドにって感じでそのコンセプトとしては良かったんだけどねただアディクションの良さっていうのがなんか全然出てないなっていうふうに感じておりましたが、まあ、ただあの秋コスメは結構ねいい商品が出て昔のアディクション思い出すようなしかもねティントのね新しいのが出るっていうことでまあ今年のね上半期は マジでしたけどちょっとね、あのー、秋コースメ以降は期待をしておる感じですね、まあ、1月こんな感じで2月はまあ右上ですねフーミーのねはいあの <laughs> アイブロウがなんかね新しくなったってことで、まあ、ここでフーミーを卒業しましたのであのー、買ってないんだよねだからチークもねいい,いいって言ってるんだけれどもなんか全然買う機会がなくてただね化粧水がもうすぐなくなりそうなのでそれ をね、あの顔ついでにチークも試してみようかなコンシーラー買った時にね買わなかったんだよねそしてルナソルルナソルに関しては今年に入ってからすっごくね残念になったかなっていう風に思いますねやっぱりカラー展開としてはすごいカラフルになったしこう明るいこうパステル調のねものが いいなと思ったんだけれども少しねレオがうんって思っててるのはまあ発色がねシアーなのでそこまでなんかねっていうのとあとはそうだなキラキラレオが大好きだったこうベースカラーがしっかりしていてその中にザガシャッとねこう。 が、ちょっとキラッとあのキラキラが入っているあのシャドウが一番好きだったんですが、一向にね。今年になってから発売されなくて、すごく残念なんだよね。だからルナソルはね離れておりますね。そしてマジョマジョのマスカラが入ってますね。そう、これはね。結構良かったんだけれども。まあでも。 マスカラ部門はね他になりそうかなそしてあマックマック今日までなんかね半額セールやってましたよねネットでねリップ買おうかなとかって思ってたんだけど今のところカートに入れたままね決済しておりませんそしてこの黒のリップとかも出てたねオペラのやつもうーんライナーはあ夏のやつを買ったのかなこの時は買わなかったねあとシャネルのねアイシャドウパレットもすごい可愛かったんだけどレオはね昔のジルがあるからいいやと思ってバースしましたね はい、そして左下左下にはまあベスコスがね写ってるかな、まあ、ちょっと残念だったのはねソソバイフーミーでしたねこのパレット本当に捨てたいっていうぐらいあんまり使えなかったねそしてあシャネルも結局はなんかシャネルねいつも買う買う作業してるかなそしてアラミケイの話もするかなっていうふうに思いますうんあとエクセルの青チークねこれも結構話題になってましたが結局使ってないですね そして4月は、まあ、結構ねこれ4月はチークとかパレットとか買ってますけれどもちょうどあれかなあのすぐは違うわそれ3月かあの伊勢丹メイカーパーティーとかね。 原ささんがっけもう分かんなくなってきたねだから4月は全然買ってないんじゃないかなランもね今今思うと買えばよかったかなと思ったけれどもなんか我慢できそう今年の上半期はすごい我慢できる商品が多くてあんまりねこれは絶対っていうものがなかった気がしますね。 うーん今回のベスコスに関しても一部はねこれなかったら困るなっていうふうに思うけれども本当選定が難しいぐらいねあんまいい商品なかったかな、まあ、クオリティとしてはね、まあ、いい商品があったとしてもこう面白さとか新しさっていうのは少なくてうーんちょっと秋の方がやっぱね秋かなーって感じですね。 五月ね6月はレオはあのコレンダコレンダじゃないカレンダ動画をね出さなかったのであのサムレン色はないんですけれどもまあ5月は入院してしまってだから一月ふん違うわ5月1日2日発売のものしかね買わずに他のやつは全部逃しちゃったっていう感じですねまあ夏日のリープもすごい残念だったし あシャネルねシャネルのファンデーションこれ試したかったんだけど買いに行く機会が未だになくてカネボウもね気になってたけど買えずなんかねこう発売日が過ぎると急に買う気がなくなってあそんな欲しくなかったんだなっていう気持ちになってね、うん、<laughs> だから結果、まあ、入院してたのもあってね全然買わなかったので今年のね夏は全然もう。 コスメにお金を使わなかったのもそうススいうふうに思います、ねまあ、正直アルメ系がね毎年夏のコレクション出してたんだけれども今年に関しては、まあ、あの新製品としてこうアイブロウアイテムとかあとチークが出ましたけれどもこうコレクションとしてコンセプトをもとにねこう商品展開がされるっていうことがなかったのでそれもあってね夏コスメあんまりこうワクワクしなかったかな。といっても 去年の RMK の夏コスメは買わなかったんだけどほとんど、うん、だからなんかね今年はね悪い商品はそこまでなかったけどこうすっごい惹かれるってみたいなのは RMK のな春のコレクションとか。 ぐらいしかなかったかなと思いますね。あとセルヴオークね。それではまずベース部分ですね。まあ、今回は正直ベースについては全然購入していないし、試しまあお店で試したんだけど、あこれ良くないなみたいな感じですぐ何て言うの分かってしまって。 なんか買おうと思ったのがなかかっったたんだよだよら、まあ、買った商品は全部気に入ってはいるんだけれども、まあ、だからといって、まあ、去年のベスコストに比べていいかって言われると微妙だし正直やっぱりね今年の秋には。 秋頃に発売されるベース派アイテムの方が優秀なんじゃないかなっていう風に勝手に思っておりますが、まあ、とりあえずね3点ベースコスをね紹介したいと思いますまずファンデーションはこちらですねナーズのはいソフトコンプリートマット忘れてた大事なのねソフトマットコンプリートファンデーションですねレオはねライト4っていういつもだったらねもう少し明るいシェードを選ぶんですけれども今回はパウダーの色に合わすと ちょっとね、調整して暗めに選びました。そして、パウダーも同じくナーズですね。これはね、はい、結構有名ですね。ソフトマットアドバンストパーフェクティングパウダーということで、レオは一番明るいシェードをね、はい、後で見せますけれども。そして、コンシーラーは、なんとね、デパコスを抑えまして、はい、風味のね、デコエルコンシーラーのライトベージュですね。この3点を一応ベスコスにしたいと思います。まあ、この後ね、こちらの良さも話していくんですけれども、 ま正直ね一応なんかあの半年のまとめとしてこうやってね選んだわけなんですけれども正直これはね割とこう冬寒い時の方がこれ良かった感じがしてこれからの季節だとこれ暑苦しい気がするんだよねだから正直ねベスコス動画ってねこれから買い物する時の参考にするようなねかなと思うのでこれからの季節だったらどれがいいかも話したいと思います。 はい。ということで、まずはね、ファンデーションの話からしたいと思います。こちらはね、まあ、ソフトマットコンプリートって書いてある。 通りソフトマットの仕上がり。まあ、ソフトマットといっても、スナイデルとか、ああいう系のね、あの、メイクのブランドのソフトマットに比べては、まあ、マットではあるんですけれども、しっかりツヤがね、あの、出てくるようなものになってくるので、まあ、そういった意味でね、はい、ソフトかなーって思います。そして、コンプリートということでね、ここが一番、ほんと、コンシーラーいらずのね、この、 軽いんだけど、やっぱり重厚感があって、カバー力が高いので、レオみたいにね、あの、赤み肌で、アトピーの人はね、一気にこれ消すことができます。そしてレオはね、こういったちょっと、いつもより、 黄色っぽい少し暗めのシェードを選ぶことによって、こう、トーンは下がっちゃうんだけど、その分、こう、赤みとかカバー化されるので、そういった意味で、やっぱり、こう、冬とかすっごい乾燥してね、あの、真っ赤感になって、肌荒れがひどくなるタイプなので、それ、そういった肌にはね、乾燥もね、しにくいし、あの、カバー力も高くて、そして、まあ、今暑いとね、やっぱりね、 商品昔からそうだけどこうやっぱ化粧してる感があって早く落としたくなるようなね、あの、ファンデーションが多くてね。やっぱこれもね、やっぱ暑い時はちょっともう嫌だっていう風になります。 今日もなったので。ただ、ちょっとね、やっぱ、梅雨の寒い時とか、まあ、これがね、出た当初の3月ぐらいとかは、すごいこれがね、優秀でめちゃくちゃ使っておりましたが、正直今買うにはちょっと重いファンデーションかな、っていうふうに思います。そして、パウダーに関しては、はい、こちらソフトマって割れてるんですよ。もうちょっとね、あ <laughs> こんな、ボロボロで、はい、嫌なんだけれども、 こちらは、こう、さらっとしたパウダーになっていて、レオはね、すごく明るいカラーを選びましたので、こう、ファンデーションでガツンとね、こう、 カバー力をやってあげて、で、このパウダーでね、あの、レオの肌のね、あの、元の色に戻すような感じで使っておりました。こちらのね、パウダーの良いところは、やっぱりこういうサラッとしたパウダーって結構あるんだけれども、大体ツヤタイプでキラキラしていてっていうのがあって、まあ、あの、リフコって呼ばれてるやつが、あの、有名だと思うんですけれども、ああいった商品、まあ、夏の商品多かったのに、のに こう、そういう触り心地で重たくなんないのにマットに仕上がるっていう点で、これはなんか他のね、パウダーとは違うような、やっぱりあの、こうマットのね、良さをね、引き出すようなパウダーだなということで、今回はね、あの、ベスコスに選びました。正直これがすっごいお気に入りで、これがないと生きていけないというパウダーではないですね。やっぱり、こう、 うーんパウダーに関して私はね、あんまりこう、あの、すごいっていうのはね、あんまりなくて、こう、値段の割にすごいとかってはあるんだけれども、感動とかはね、そこまでなくて。まあ、これも、あの、やっぱ、表現力として優秀だなっていうのは思うんだけど、まあソ、ソフトマットで、さらっとしたやつでっていうので、 特徴があって個性があるんだけれども、これがないと生きていけないわけではないので、まあなんか完売してるようですが <laughs>、そこまでね、こう、お湯もめる必要ではないような商品ですけれども、まあいいかなっていうふうに思っております。そして最後コンシーラーですね。こちらフーミーのコンシーラーなんですけども、これもほんとナーズのね、コンシーラーに近くて、こうクリーミーなタイプのね、コンシーラーなので、すごくね、伸びが良いですね。だから これだけでこうベースメイク仕上げてこの上でパウダーでもいいかなっていうふうに思います。こちらのいいところはほんとね1600円ぐらいだよね確か。で、このこうプチプラって結構ねゆるいコンシーラーが多くてあのせっかくねカバーしても広げた時に もう、薄くなっちゃって、コンシーラーした意味ないっていうのになりがちなんですけれども、こちらすごく伸びが良いのに、伸びてもね、カバー力が失われないという点で、やっぱりさっきも言った通り、こう、アトピーハードのレオにとってはすごくね、いいし、こう、動くから、あの、全然ね、こう、寄れるという意味で動くではなくて、こう、表情に合わせてね、うまく、こう、この、こう、 クラックしないというか割れ目が入らないようなものなのでめちゃくちゃ扱いやすいし崩れにくいしということでプチプラとしてめちゃくちゃ優秀だし普通にデパコス 波というか、あの、レ基本的にね、あの <laughs>、デバコス一択なんですけれども、これに関しては、全然ね、あの、プチバラと思えないような滑らかさと使いやすさですので、これはおすすめですが、注意点がありまして、まあ、レオはグリーンとライトパープル、んピンクパープルをね、他持ってるんだけど、あっちはね、全然違うので、このライトベージュがおすすめかな、っていうふうに、はい。 伝えておきますということでね、今、まあ、ベースブッポンはこの3つになりましたけれども、まあ、最後に夏はね、どうするかっていう話をしたいと思います。まあ、あの、スタジオね、もうずっと、 もうずっと言ってるね。はい、こちらね。はい。あの、クーリングジェルね。アルミ系の。これがね、めちゃくちゃおすすめ。まあ、これは何度も言ってるし、最近ハマってるんだぞ、これかな。あの、スナイデルのね、イルミネィリングプライム、マーですね。こちら02番で、01番結構愛用してて、02番はね、なんか変なキラキラが入ってて、キラーって言ってたんだけれども、なんか最近もう一回使ったらね、このキラキラ感っていうのがどっか行っちゃって、 古くなったのかな <laughs> なんかちょっと緩くなったんだよね。だから古くなったんだけど、古くなった、古くなったからかなよくわかんないんだけど、すごくね、この透明感が出るのが、こう、あの、アトピー肌と、すごく相性が良くて、これと、この二つをね、 よ、ベースにして、いろんなファンデーションを使うっていうのにハマっております。そしてやっぱり、あの、夏ファンデーションはなんかこれだね、アルミ系の。あ、今拭いたのに。はい。こちらのイクールファンデーションがね、一番ね、軽くてね、楽チンですので、正直、こう、ベスコスね、これね、スキンティット選ぼうかなと思ったんだけど、やっぱりね、これより全然こっちの方が優秀なんだよね。まあ、こっちはね、ほんとすっぴん肌って感じで楽チンではあるんだけど、 ししかも乾燥しないしもちっとするからねいやでもカバー力ね足りないのよだからそれ考えるとやっぱりねこの RMK のいつものリクイルコン違うわ <laughs> リクエルファンデーションがいいかなって思っておりますがなんか知らないけどめっちゃ汚いななんでだろう <laughs> 拭いてもあれ拭ききれてなかったのかなって感じではいということでこれとでパウダーはパウダーは これね、アラム系のシルクフィットセッティングパウダー。こちらはまあ、ツヤタイプっていうか、何もしないような。 カウダーでなんでベスコスに、ね、選ばなかったかというとレオが大好きなね、はい、エテュセのねフェイスエディションとねほぼ変わらないからという理由でなんかね <laughs> プチプラに似たようなやつあるんだったらデパコスでね、うん、買う必要ないなって感じではあるんだけれどもまああの買ってしまったので、ね、ということでレオの正直夏のあのよいしょメイクだったらこれでしょそしておっと これでしょと、あと、ファンデーションどこ行ったあった。これかなって感じだよね。で、コンシーラーはさっきのね、風味でっていうので、で、日焼け止めも RMK でっていうようなね、スタイルが今年の夏になりそうだなはい。レース部門次はね、アイシャドウ部分ですね。こちらはね、プチプラと、まあ、デパゴスといろいろ。 はい、分けて紹介したいと思います。まず、プチブラのアイシャドウパレットはもう分かってるかなはい、&B ですね。グラムロックです。はい、こちらのアイシャドウはね、本当にもう良さがね、もう何も言わなくても分かるかなっていうふうに思いますけれども、まあ、あの、メイクの動画はね、実際にこう、レビューしている一本動画を見てほしいんですけれども、スウォッチしますと、この輝きですね。まあ、こちらのいいところは、 本当に質っていうのが高くて、まあ、&B のアイシャドウパレットってテラコッタしかね出てないイメージで、レオは全く興味がなかったんだけれども、まあ、テラコッタが好きじゃないってわけじゃないんだけどね。はい。だから、まあ、&B の商品はちょくちょく買ってはいたんですが、アイシャドウパレットは今回初めて購入しました。まあ、結構ね、いい値段するからね。で、まあ、これはね、もう一目惚れで買って本当にね、はい、もう買ってよかったなっていうふうに思っている商品で、一番好き なシェードはねねやっぱり、ね、こちらのシルバーかなっていう,ふうに思います、まあ、このパレットの何がいいかっていうのは、基本的にこうプチプラのアイシャドウのこういうシルバーのシェードは、こうパラパラとしたキラキラーって感じのものが多くて、パンチが弱い商品が多かったんだよね。どちらかというとトッパー的なキラキラがね、あのプチプラ多いんですけれども、これに関してはしっかりとベースカラーが入っていて、それがね、メタリックに輝く、その上からね、キラキラ と光るっていうような商品でこのね。あの製法がねすごく好きでした。レオはシルバーだったらね。資生堂のね。あのシングルのシャリシャリシルバーが一番好きなんだけれども。あれの質感はね。結構こうメタリックであのグリッターっていうよりは本当。 もうメタルなんだよね。これに関しては、しっかりとグリッター感があるので、シルバーなんだけれども、すごく軽やかな仕上がりになりますので、その点がすごくね、いいかなーっていう、はい、商品です。で、まあ、 染みた感じ使いいにくいと思うんですけれどもまあね、プチバラなので、正直、レオ、このね、この一色だけでこの値段出してもいいかなっていうのがありますので、あの、まあ、そうはしないと思うのでね、一回挑戦するにもいいかなっていうふうに思いますし、このシルバーとピンクを合わせるのもね、全然普通のオフィスメイクにも入れられるし、まあ、こちらのね、こう、本当ガンメタルの とかブラックにキラキラが入ったのもあのを使うとほんとロックになりますけれどもまあでもいろんな使い方ができるしメイクの幅広がるしうんやばって思ってもね高くないので <laughs>、うん、残念にもならないしだからほんとこれはね面白いですね。 あとで、あとで、今言っちゃうか。そして、あの、これはね、このシャドウと合わせるのが好きなんです。それが、ベスコス、あの、シングルアイシャドウ部門第1位、はい、というか、はい、受賞ということで、こちらですね、おさじの、これも使い込んでて、もうボロボロになってるんですけれども、はい、羅針版ですね、D の16番。このシェードとこのシルバーを合わせるのが好きで、 これはね、デュオクロムになっていて、普通のデュオクロムって、こう、メタリックなね、キラキラっとしたね、ものが多いんだけれども、これは、マットではないんだけれども、すごく、こう、金属感がないというか、粉、いい意味で粉感があって、それがね、あの、海外コスメにもこういうのないので、面白い変更だな、っていうふうに思いました。こう、このアイシャドウの、こうやってね、面としても、 いいんだけれどもレオのおすすめはもうこれも何度も言ってるんだけどライナーブラシみたいな感じであれどこやったっけレオさっき持ってきたよね <laughs> あれどっか行っちゃったああまあ要はこう。 点でね、これを引くことによって、角度を傾けるとブルーで、そこからグリーンイエローが出てくるような、こう、ライン使いとして使うのもいいし、普通に点って感じで、まぶたの中心にポンポンと置くだけでもすごく可愛い,い。そして、このシルバーとね、このラインを合わせた時の、このみずみずしさというか、こう、夏らしい感じが本当にね、よくて、わかるかな。 これが、まぶたに乗せるとね、こう、今はこう、ライトが当たってるから、キラキラ、このおさじの方がしてるように見えるんだけれども、日常的にはね、もう少しこう、ドライなような感じになるので、それとこの、キラキラ感のコントラスト、この &B のキラキラのコントラストが、すごく綺麗で、ただ光が入るとおさじはこうやって輝くっていう、このマーメイド感もあるような、 ので、これは本当夏にはね、いいコンボだと思います。だからね、これはまあ本当にね、ベスコスですね。もう、アヌビーのこのキラキラわかるこの良さ。本当にこれはもうね、あの、川北さんはね、そろそろ感触系、あの、いっぱい出してほしいなっていう <laughs> 感じがする。はい。もう、これは本当にベスコスだなっていうふうに思いました。一応、ベスコスシングルね、おさじ選びましたけれども、パレットだとしたらね、うーん、スックかなって思いますね。 はい、こちらもう買えないんじゃないかなあの、伊勢丹のね、あの、伊勢丹メイクアップパーティーで出た、あの、UK のね、はい、夏、これ、プレ、プレサマーのコレクションで、今、輸入するか、ただ、ミーコも、ミーコじゃないの、もう一回これも発売になってたよね。だから、もしかしたら手に入るかもしれないんだけれども、これね、この、小、う、字、きはい、<laughs> あの、 ひまわりのね、コレクションで、本当にこれはね、スックのシャドウ、あんまり好きじゃなかったんだけれども、これに関してはめちゃくちゃ良かったので、こういったね、商品が出てくれるといいかな、っていうふうに思います。まあ、これの何が良かったかっていうと、このね、あの、イエローのね、このじゅわっと感がすごく良くて、こういったシード結構ね、デバコス出しているんですが、割とね、カサカサしているイエローが多かったようなイメージなんだけれども、スックのこのイエローは、こう、 キラキラタイプの RMK が出してたような、ああいうキラキラではなくて、マットっぽいんだけれども、こうツヤ感とジュワッと感が出るようなシャドウだったので、これはほんと広がりが美しくてね、イエローがまず主役かなーって感じでしたけれども、普通にこのピンクの色の出方とか、この紫のシェードとかも、前のね、スックのパレットよりも全然、 いいなっていう感じで質が高かったし、この塗れツヤ感のキラキラもすごくね、この配色に合っていて、これは、うん、スックの既存色より全然良かったね。正直、もう、スックはもう一生買わないかなとかって思ってたけども、これはね、 やっぱ UK のね、コレクションいいかもしれない。発色、発色がすごいいいんだよね。し、ただ、あの、スックのフォーミュラだから派手すぎずということで、これね、あの、まだ買える、<laughs> あの、機会がある人はね、か、あの、ぜひ、ゲットしてほしいぐらい、ほんとこれは推しですね。まあ、これ以外だったら、やっぱ RMK の限定のね、シャドウかなっていうふうに思うんだけども、多分あれね、どこ行っても買えないと思うので、まあ、ベストコストとして紹介するのはこのね、 はい、3点かなっていう風に思います。 はい。お次はマスカラのベトコスはですね、こちらですね。アディクションです。はい。アディクションのね、こちらのマスカラ、はい。ザ・マスカラ・インテンス・ラッシュ002番ということで、春コレクションで出たマスカラなんですけれども、うーん、やっぱオペラのカラーマスカラと迷いましたが、頻度で言うとやっぱこれが一番かなっていうふうに思いましたこれを選びました。こちらはね、結構、あの、こう、 太いうようなね、マスカラで、こういう感じで、こう、ボリュームアップタイプではあるんですけれども、繊維が入っていなくて、お湯オフできるっていう特徴があるマスカラになっております。こちらがね、なんでいいかというと、最初はね、こう、ボリュームアップでバッサバサまつげということで、こう、繊維たっぷり、こう、目力だと思っていたんですけれども、使ってみるとそうでもなくて、あれ残念って思ったんです。ただね、まあ、そういう観点じゃなかったら、すごく、 あの、結局使い勝手が良かったっていうので、あの、春コレクションの一環として、あのまつげを作るためのマスカラって言われると、すごく、なんか物足りないなと思ったんですけれども、このマスカラ自体はかなり優秀だったなっていうふうに思いました。まあ何が優秀かっていうと、先ほど言った通り、こう、お湯をふできるっていうのが一番の特徴で、それもスルンってと落ちるのよ。で、で、お湯以外だとちゃんとね、あの、 崩れることなく残ってくれるので、ほんと楽チンさっていうのが一番かなと思います。まあお刺しのマスカラも迷ったんだけども、やっぱあれ落ちにくいから、結局使っちゃうのはこれなんだよね。ほんとね、楽チン。そしてカラーがね、すごくこう、いい具合のブラウンで、というのもこう、 やっぱりブラウンなので、目力カラーっていうのは、一見ね、落ちてるような気がして少しぼやけるかなと最初は思っていたんですけれども、ただ、その時はこう、目元がすスッキリ系の、で、あ、でも、うん。いや、それでもね、そうかなこう、カラーとしては、あの、落ち着く、まつげ感が落ち着く <laughs>。んだけれども、 こう、繊維が入っていない厚みでコーティングするような、あの、まつげ一本一本太くするような感じのボリュームアップなので、それがね、やりすぎない自然なまつげに仕上がって、で、マスカラしてます感も出ないんだよね。なんだければもうボリュームアップしてるという点で、こちらは本当にどのメイクにも使えましたね。派手なね、こう、カラーメイクにも、下松だけ、 言えなかった。下まつげだけオペラのカラーマスカラとかして、あのメインはこれを使ったり、普通にちょっと今日はちゃんとしないとっていう時もこれ使ったりして、これは本当にあのどのメイクにも使えるし、表現としてこうボリュームアップするんだけれども、あのマスカラ感を感じさせないっていう点でね、あの、 画材としていいなっていうふうに思いましたので、こちらはね、結構色も、はい、使用感もおすすめでございます。マスカラ、もう一個。こちら、アイブロウのマスカラはね、やっぱこれかなアルミ系のクリアブロウジェルですね。ブローじゃない、アイブロウジェルですね。こちらはね、あの、フェザーブラウンにするのにすごくぴったりなクリアなマスカラです。ガッチガチにはならないんだけれども、程よい硬さでね、結構、 <laughs> 逆毛のようなね、こう、張りのある、ま、眉毛を作ることができるので、本当海外のね、フェンサーブラウとか、ここ、剛毛な人はね、こちら、クリアブラウをすごく使いやすいかなって思います。このカラータイプもレビューをしてて、そちらはまあ、普通だったかな。だけれども、うん。やっぱクリアのマスカラってね、レオすごく多用していて、眉毛が太いとね、やっぱりなんか、染色しすぎるとすごい、 こ眉毛ってなるよね。で、RMK の方も全然なんか、そういう感じではないんだけども、やっぱりこれからの季節、夏とかは、こう、スッキリとした眉毛で、でもちょっと存在感をね、持たせたいっていう、太眉さんにはめちゃくちゃぴったりでね、こう、あの <laughs>、すごくいいかなと思うので、ベスコスはね、マスカラこの2つかな。はい。そしてチークね、チークのベスコスはこちら、RMK かな。まあ、これもね、 もう言わなくていいかなピアーブ、コラプレクションブラッシュ03ってことで。まあ、アディクションのね、チークも結構有名ですけれども、こちらはもう少しジュワッとするような感じで、薄さとサラッと感がね、あの、あるので、はい、こういうね、特にこのカラーは本当にすごく可愛いシェードで、他のね、で、あの、コスメにはないような、 こういったカラーなのでめちゃくちゃこう青み系がね得意な人にはねすごくあのもうこればっかり使っちゃうと思います、ね、でも,もうずっとこれこればっかりですねあの正直何ていうのうーんこれを選びたかった心情的にはこのねお刺身のニュアンスフェイスカラーのね角というシェードでこの絶妙ブラウン感 これが、こう、チークとしても使えるし、シェーディングとしても使えて、発色としてはね、この青みのピンクに比べるとね、やっぱコントワ感があるんだけれども、これ単体だったね、ちょっとオレンジブロンズ系のね、チークに蒸し上がって、すごいいいカラーなんだよね。だから、 あと、フォーミュラもね、このフェイスカラーは本当、唇にも使えるし、アイにも使えるし、いろんな使い方ができて、しかもこの小ささなんだけれども、ちゃんとチークブラシでね、こう、スススっともできるような大きさになっていて、うん、これもいいんだけれども、やっぱり頻度としてはね、こればっかり使ってたので、ベストコスはこれかなっていうふうに思います、はい。最後、リップは、もちろんこの方。はい、もうそっちでわかりますね。はい、こちらですね。 RMK のレザーリップカラーのマットバージョン、ザ・マットリップカラーですね。レオはこちら、全色持っておりまして、一応02番をね、はい、置いときます。はい。えー、っと、全色レビューをね、開けておりますので、まあ、詳しくはそちらを見てほしいんですけれども、一応ね、そう置しますと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ん 一、五 <laughs>、六、七、八、九、十番ですね。はい、こういった、はい、めちゃくちゃ可愛いカラー展開となっておりまして、これはもうね、ザーリップカラーの普通上のね、やつからめちゃくちゃ好きで、そのマットバージョンがね、今年から発売ということで、全色買ったわけですね。まあ、こちらの何がいいかっていう、 ことなんですけれども、やっぱり RMK ってね、デパコスの中では結構価格がね、低いタイプのブランドで、これ1本ね、1850円でね、安いんですよ。だから集めやすい。そしてクオリティもすごく画材のように鮮やかで、こうポンポンって塗って広げられるし、あの、ティントではないのに色残りがね、しっかりとするようなタイプで、で、荒れないし、 あもうほんといいね。で、マットタイプではあるんだけれども、ここからわかる通り、こう、じゅわっとするようなマットで、こう、カサカサになるようなマットではないっていうので、こう、マット苦手な人でもね、ちょっと手に出し、手に取りやすいようなものになっておりますし、もう、これは本当うん、あの、全度入りというかね、もう何も言わなくていいかなって感じの、もうこれはね、はい、いいです <laughs>。あの、 ただマイナスポイントはね、ここを見ればわかると思うんですけども、このマットのタイプはね、ちょっと青いっぽい、あの、グレーパッケージで、あの、ザ・リップカラーの方はこれがもう少しピンクなんだよね。で、あの、 こうやってね、ついちゃうので取れないのよ、これが。<laughs> だから、あの、何本も持ってると、こういうことが起きるというのと、何本持ってると、この裏側にしかね、色がわからないので、もう並びをね、決めておいて、その配置でね、置いとかないとね、あの何色がわからないって感じです。要は、もう、これで限定色入れて11本でしょプラス、普通のザーリップカラーで10本ぐらいあるので、もうけわかんない状況になってる。<laughs> だから、もう少し見た目で一発で色が わかるといいいなっっててう,うにね思っておりますがそれはね買い。ぎなだけだだけけと思うんだけどねはいで、まあ、夏おすすめ色をね、紹介しましょうか。まあ、一応なんか人気だったのは01番で、こちらのオフィスにもね、使いやすいようなね、春ベージュっていうシェードで、春ベージュのようなシェードだったんですけれども、これからね、暖かくなるんだったら、 今んとこレオはね、使ってんのは2番かな ?2 番のこのピンクのやつがね、王道で使いやすいかなっていうふうに思いますね。ただ、やっぱ夏らしいのはね、5番かなこの5番でちょっと目キラキラさして、マスカラさっきのね、アレキショのやつ塗ってあげるだけでもね、かっこいいルックが作れますし、やっぱね、あの、夏は鮮やかなリップがいいかなっていうふうに思います。そして、こちらのね、あの、 8番、9番 ?8 番は少しオレンジ寄りで、9番も同じトーンなんだけど、少しね、青み寄りのような、あの、シェードになってて、雰囲気はね、似てて、貼ったから、こう、黄身系が似合う人とね、青み系が似合う人でね、ここの2つは選択してほしいんですけれども、ここら辺のシェードは、やっぱなんか、こう、夏っぽいオレンジのシャドウとかね、重たさがあるような感じで、ちょっと、ベージュのチークにしてあげて、リップをね、こういうね、シェードにしてあげると、 あの、可愛いんじゃないかなってことで、まあ、おすすめとしてはね、こことここと、まあ、日中使いだったらこれかなっていう感じ。うん、ここら辺のシェールもね、レオ大好きなんだけど、やっぱ少し冬っぽいのでね、こうやね、ベリー系は。だからまあ、もう少し秋冬、ちょっと寒くなってきたら、これがいいけれども、まあ、これからなんか買い足したいっていう人はね、ここら辺の色、試してみてほしいな。ただ、普通にね、ザーリップカラーもめちゃくちゃ可愛いい色展開ですし、これとはまた別のね、こう、カラーレンジです。 のでで、うん、そちらもチェックしてほしていですねまあ今回はこれが圧勝すぎてあのかわいそうではあったんですけれども他にも結構いいねリップはね今年出てましたまず美容リップ系プランプ系だとジルかなまあこのシェードは、えー、と03番なんだけどなんだっけもうちっちゃいんだよねクリスタルブルームリップブーケーセラム はい、03番。これはほんと色がね、全然ね、出ないんですよ。だから、前半色はね、どれでもいいんじゃないかな <laughs> って思うんだけども、これね、すごく軽いの。 で、このね、プランプ感がすごく美しくて、レオはね、結構昔はディオールのマキシマイザーばかり使ってたんだけど、あれよりいいなと思って、ちょっとリニューアル後のリップクマキシマイザーわかんないけどね。あの、それよりすごく使いやすいあの、とにかくね、縦じわが目立たなくてプルンっていうのがね、一発でわかる。やっぱ違うなっていうのがね、一瞬でわかる商品はね、いいなってすぐ思ってしまいます。で、カラーがね、しっかりと出るタイプはこちらですね。07番のシェードですね。後半色だと結構はっきり色が出るのかな。 まあ、これはね、ベリーシェードなので、ちょっとね、今の季節だと冬っぽい、秋冬っぽいかなって思うには思いますけれども、まあ、レオ、これを使っていきます。そして、プラム系で言うと、セルフォークのね、アライオスリップスですね。こちら、夏のカラーも出ましたけれども、どうしてもやっぱこのプラムが一番ね、なんかクオリティ高い気がする <laughs>。なんか、色の出方がね、プラムの方がすごくね、じゅわっとするんだよね。あの、この間出たね、シェードとかは、 なんか色素がポロポロするような感じがして、そこ気に入らないんだよななんで違うんだろうね。まあ、このアラウンスリップセルボークもおすすめだし、リップライナーで言うと、おさちかなこのニュアンスリップボーダーライナー、これもね、絶賛してましたよね。レオはね、03のね、次の街を持っていて、リボンも持ってるはずなんですけど、そちらもお母さんに取られました。もうね、悲しい。<laughs> はい。このね、シェード、まあ、こっちのシェードの方が好きだったのでいいんですけれども、ほんとこのね、こう、ブラウンに でも視野であってこうラインを引きすぎないただ境界線あるようなねこのリップボーダーライナーがめちゃくちゃねあのー、使えます本当リップライナー苦手っていう人のこれね使いやすいしこう境目がこう何ていうの口角がくっきりするのにくっきりくっきりしないみたいなよく分からない説明になってしまいましたがとにかくいいってことですね。はいでまあうん 資生堂ね。資生堂のこれも良かったんだけど、さ、あの、テクノサテンジェルリップスティックで。いや、ベスコスかなーと思ってね、405は。でもいい、いいリップなのよ。これも、ツヤタイプで。ただ、アルミ系のザーリップからこのマットじゃなくて、ツヤのタイプと、こっちの方がね、ちょっと高いのよ。で、その、あんま変わんないので、ね、まあ、そういった意味でね、アルミ系で良くないっていうのがあって。 はい。これはベスコス入りならず。ただ、これは入れたかったの。これ、資生堂ね、シマージェルグロスも全然ね、上半期ではないんだけれども、10番のハッカミンドがすっごく使えるで、もう、とにかく、このザ・リップカラー、ザ・マット・リップカラーと相性がいい。はい。まあ、もちろんザ・リップカラーとも相性がいいんだけど、こちら、やっぱマットだからね。マットの上にこの青いグロスを、 こういったね、鮮やかなシェードにね、重なってあげるとすごくなんかね、いいんだよね。だから、これは、あの、ゲットしており、<laughs> ま全然上半期とは関係ないんですけれども、やっぱりこう、夏でしかもマスクがね、外せるようになって、このツヤっぽい感じ、特にこの、 青だから、あの、何もしなくて、こう、リップつけないで、このグロスだけでも、こう、透明感が出るし、こういった普通のね、リップに合わせてあげると、こう、青感っていうのは、この、口紅のね、あの、色で負けてしまうんだけれども、この、ピンクのこのラメが、すっごく、 綺麗で、ただやりすぎ感がない。海外のコスメだったらバーンって青が出ちゃうんだけれども、やっぱり資生堂だからちょうどいいバランスが取れていて、本当にね、表現の幅を広げてくれるというアイテム。かつ、ベタベタしない。もうグロスなのにね、おうサラーっとしてんの。だから、不快感もないというので、良い。 はい。<laughs> ということで、はい、リップのベスコスはね、な,なんか、ベスコスの割にはなんか、なんかをね、装置してしまったんですけれども、一応はザ・リップ、ザ・マットリップカラーね、もういつもごっちゃになっちゃうんだよね、はい、を。 選びましたということで、今回はベスコス上半期2023年を紹介しました。皆さんのね、ベスコス教えてください。あと、まあ、前半に言ってるかもしれないんですけど、あの、イラスト集とグッズ販売してるので、ぜひ買ってください。<laughs> 以上だ